福山はハマチに教えるわけ。同じ右ピッチャーのね。ハマチに、プロ野球界生き残るにはどうするべきなのかっていうところを、しっかり教え込むわけ。で、宮西という左ピッチャー。もう偉大な左ピッチャーよ。見てくれ、この、784登板、409ホールドポイント。素晴らしいピッチャー。素晴らしい経験と素晴らしいピッチャー。その宮西というピッチャーが、この及川。ね。キリシキといったね、阪神の未来を背負う背負うね、左ピッチャーに教え込むわけよ。去年、今年とね、なんでオリックスが強くなったのか。その答えは簡単なのよね。能見さんが来たからなんよ。能見さんが来てね。宮城ここちゃうか？なんだっけな。なんかあったよな。右足ちゃうか？右足ちゃうか？みたいなあったよな。山本由伸とかさ、宮城くんとかにアドバイスしたわけよ。それをこの阪神でも実現する。宮西のアドバイス。およか、右足ちゃうか？ね？キリシキ、左足ちゃうか？何か足に問題抱えてる阪神のね、弱みが、ここに来てわかるわけよ。